さんって、うん、多いですよ、皆さん。まあ絶対そうやろな、認識高い人はそういうとこたどり着くやろ。まあそうやな、まあ、それだったら俺イテオンクラスにハマって、イテオンクラスの影響で、まあ、マネージャー雇うって決めたからあの磯がもう天才マネージャー。あー確かに、そうあれやんや、そうやで、俺天才マネージャー磯を見て、要は多分あれってさ、パクセロでさ何もしてないやん、あいつさ誠実なだけやん、あのいやいやマジで見てもらったらあいつ誠実なだけ、よくよく考えたら、よくよく考えたらあいつ何もしてないほんまに、もう全部磯ない、もうやっと戦略とか、そう磯が全部やったわけだから、これだと磯がいれば俺もっと上に行くんだって思って、天才マネージャー雇おうって決めて探した結果見つけて、3月後半ぐらいから入ってきます。実はあれそうなんや、イテオンの影響じゃん、あれそうやで、イテオンクラスの影響受けて、そうそうそう、超磯雇おうと思って、磯おったらほんま強いもんね、磯最強やろ、あれてか若干スワ似とるやん。あ確かに、スワ、まあ、あれスワ派やもんね、正直顔で言ったら、いやでもスワ派、スワ派多いやんか、ぶっちゃけ顔で、俺正直スワもうアホやから嫌いなドラマ見た方がいい理由、男が女の子との会話弾むで、ああ結局見とるわけやん、いやそうそう、女の子が見とるから、韓国ドラマ見とるか見てへんかだけで全然違う、まあ、これ美容もそうなんやけど、美容のこと知っとったら話せるやん、それってでかいと思うよ、モテたいやつって多いやんか、てか男でモテたくないやつっておらへんやんか、うん、全国民もほとんどの男がモテたいって欲求持ったわけやんか、はいはい、モテたいなら今現状美意識上げるなら韓国ドラマ見るのが一番早いと思うな、それ感覚ってすごいと思うんですよ、実際どんなもんなのか撮ってもらいたいなって、写真300枚撮る人のセンスって、ハードル上げてきますね、そう場所も指示してもらって、はい、1枚撮ってほしい、マスクないもん、外した方がいいんや、それとほんまいい感じだ、半身半身だね、大丈夫、時間のチェック結構厳しいですからね、ちなみに俺も自分でいいの撮れへんけど、切っていいかどうか判断できるから、結構ほんまにこれあと梅宮さんセンス疑われるかもしれないその辺的にどうですか今のところ。え？え？いやいやもう。はい。ちょっと手術から意味ないから。今もスマブラのホームラン光の使い方を考えてずっとウェビーのタイミング考えてますから。もうちょい長い。こう。大丈夫？大丈夫。ウェビーさんちょいそうじゃないわ。この人スワやから。できるけど。仕事できるけど多分センスないやろ。なんかチャンガに縛られとうからあーちょっと微妙やな